私たちはたっくんのお父さんが残した大きな大きな一軒家に住んでいた。大学を卒業した私たちは社会人になっても一緒にいた。それが私にとっての全てであったし、みんなにとっての全てだった。でもたっくんは大きな一軒家と私たちと弟のキミヤを置いて死んでしまった。事故死だった。この家行ったらいくらぐらいになるんすかね。俺引っ越す。ポロポロの人たちが忘れていった服とかいろいろあるし、全部持ってってもらおうかって。どうやって俺のこと分かったりすんじゃねえや。拓也は死んだんだよ、いねえんだよ。もう自分の悲しみとか埋めてくれたら何だっていいんでしょ。